短期大学士とは、高等教育における学位であり、学士と同一レベルの欧州資格フレームワークでは、S とレベル 5A に相当する。日本国では、短期大学本科を修了した者に授与される学位で、ある。また、短期大学専攻科及び、高等専門学校専攻科を修了して、学士の学位を得た者は、この者は、大学院修士課程に進学することができる。 短期大学史と表記され、通称して短大誌号と言われる。短期大学史は2005年10月1日に施行された学校教育法関係の法令改正により、同日以降、学校教育法第104条第3項及び学位規則第5条の4に基づき、短期大学を修了した者に授与される学位として規定されている。同年九月三十日以前は、 短期大学修了者に対しても、高等専門学校卒業者と同様に、準学士の称号を授与していたが、短期大学修了者に学位を授与している米国を中心とした諸外国の例に倣い、学術称号から国際学術上に認められた学位への変更が実施されたものである。同改正前に、短期大学卒業生に授与された準学士の称号は、 学校教育法の一部を改正する法律不足第3条の規定により短期大学士の学位とみなされる。短期大学士の学位を取得した者は学位取得後関連業務経験2年で専修学校高等家庭教員資格4年で専門家庭教員資格の要件を満たすとされる。なお4年生小町大学校の修了者が大学評価 学位授与機構から学士を授与されるのとは異なり、2年青少町大学校の修了者が同機構から短期大学士を授与される制度は存在しない。短期大学は2年間という修学期間において、一般教育科目と専門教育科目、外国語、実技科目などの各専攻に応じた分野を収めて62単位以上を習得し、 いち早く実社会に人材を送り出す S とマイナス後 B レベルの高等教育機関として存在意義を有している。2005年1月、中央教育審議会の答申は短期大学を大学としての教養教育や、その基礎の上に立った理論的背景を持つ専門教育を提供するという特徴を持つと明記した。こうした短期大学の位置づけを明確にするため、 高等専門学校と共に与えられていた純学士の称号に代わり、従来は大学の学部、または大学院の課程を修了した者に与えられていた学位を短期大学の卒業者に対しても創設することとなった。この動きの背景として短期大学が一般教育と専門教育を包括した総合的な教育研究を行っている点学校制度として、 米国のコミュニティカレッジにリージしている点も背景に挙げられている。文部科学省は諸外国の短期生高等教育においては学位が付与されるのが一般的であるとした上で、我が国の短期大学卒業生が外国の大学に留学する場合などにおいて国際的な通用性が一層確保されることが期待されるとしている。 米国においては2年生大学や職業大学の卒業者や二重登録制度を利用して高校在籍中に2年生大学の全単位を取得した生徒に対して付与されている。アイルランドのハイヤーサーティフィケートなどは欧州においてアソシエイトディグリーズと等価であるとみなされている。イギリスにおけるファンデーションディグリー、高等国家ディプロマ、高等国家サーティフィケートは資格単位。 フレームワークレベル5とされる。スコットランドでは、ディプロマオブハイヤーエデュケーションが存在する。これらは、欧州において、アソシエイトディグリーズと等価であるとみなされている。オーストラリアにおけるアソシエイトディグリーは、欧州資格フレームワークにおいて、レベル6とされている。フランスにおける、技術大学免状は2年生の高等教育を受けたものに付与され、国家資格フレームワークでは、 レベル3である。ありがとうございます。